し、海洋生物の観察は簡単ではありません。ダイバーが近づくと魚たちは怖がって逃げてしまいます。潜水艇は問題があります。潜水艇を魚の形にしても効果なし。そこで潜水艇が魚の大きさになればと考え、私たちは全く新しいマテリアル、シジミニウムを開発しました。シジミニウムは電気が通ると収縮するという驚きの特殊マテリアルです。それではシジミニウム製の潜水艇、シーライダーをご紹介します。模型を使ったデモンストレーションをご覧ください。縮小プロセスを開始します。素晴らしいでしょう。チジミニウムの特殊な性質のおかげでシーライダーの中の皆さんも安全に縮小されます。またシーライダーは人工フィッシュ知能を搭載しており、操縦士が乗っていない状態でも出会った魚たちの真似をして行動するようプログラムされています。きっと魚たちの世界を身近に感じることができると思いますよ。まもなく登場を開始します。手荷物は座席の下の荷物入れをご利用ください。座席の下に入らないものは手でお持ちいただくか足元に置いてください。安全ベルトは座席右側から引き出し、バックルにしっかりと差し込んでください。ドアは手前に開きますので、先頭の方は足元の黄色い線まで下がってお待ちください。さあ準備が整いました。ドアの方を向いてください。搭乗を開始します。海底でいろんな発見をしてきてくださいね。いってらっしゃい。海底に向かう心の準備はできていますか？では最終確認をいくつかして OK、 発進準備完了。果てしなく広がる青い海、それでは魚の大きさになって素晴らしい海の世界を体験してください。人工フィッシュ知能プログラム起動、固定装置解除。ここからはシーライダーの自動操縦プログラムが皆さんをお連れします。オンベアージュ。どれ探検家諸君、おお友達がいないのかな。ニモ、いや僕と一緒に行こう。海流の観察も楽しんでおいね。海流に行くの？あ、私ドリー。あ、名札ついてる。シーラーいた？シーラーでいいわね。シーラー、サンゴ礁見に行こう。おー、みんなで調べてサンゴ礁。あ、前見て泳ぎな。やったわ。その目でしっかり見てみましょう。気をつけて探検してください。パパ、ついてきたの？まあね。あ、スクワットだ。ねえシーラー、遊びに行こう。迷子になっちゃうよ。すごいでしょ。わー、入っちゃった。ニモ、スクワット、走、走、イエーイ。今度はシーラー、よろしく。波乗りだぞ。やったー。
喜んでいると思いますよ。また海底探索に来てくださいね。それでは